ば車が半径 R の曲線上の道路、これは半径 R の円になりますが、等速円としています。でこの場合水平、この道路が水平な場合と、カップとシーターを持つ傾斜した場合、二通りについて考えていきます。で車の質量はスモール m で、摩擦力の最大値はミューゾル n、 横滑りの摩擦力ですね。これは後ろから車は向こうの方へ動いているという図です。で摩擦力の最大値はミューゾル n、 ミューゼロは定数です。で n は車に働く垂直抗力で、シーターは0度から90度の間です。で車の大きさ、力のモーメントは考えません。でこれから問1なんですけれども、水平で、この場合は問1の問題は水平な場合を考えます。ここの道路が水平な場合ですね、つまりこういうことです。で曲線上の道路を車が速さ V1 で向こうに走っていると、その走行するそので走っていると、その時にこの図2ですね、ここに示す行進力、これは図2にこういうふうにして示しています。この F1 はいくらかという問題です。これはもう即答できる問題ですね。これは M としてますから、上から見ると M としてますから、車の大きさは考えませんから、行進力はこうですね、 M 倍の R 分の V1 の認証だと、これが答えになりますね。単位は別に書かなくてもいいです。問2番ですが、車が進行方向横向きに滑らずに半径 R を保って走ることができる最大の速さ V2 はいくらかという問題です。問2番で言い忘れていましたが、この車が走っているのはあくまでも水平、この問1番の続きです。道路が水平な場合ですね、ここの円の曲線上の道路が水平な場合を考えています。向こう側の方に動いているわけですね、走っているわけですが、その時にこの車に働くのは横向きには、水平方向にはこの遠心力ですね、行進力はこちらでしたが、この慣性力を受けますから、この車にはこちら向きに、外側向きに遠心力が働いています。ですからもしも摩擦がなければこちらの方向に移動しますから、摩擦があるために、まあこれは横滑らずに進行していくわけですけれども、つまりこれと逆方向の摩擦力が働けばいいわけですね。これと同じ力でもって摩擦力が働けばいいわけです。遠心力と等しい摩擦力はですね、ですからこれは摩擦力ですから、ミューゼル N です。 N は垂直抗力です。で最大値はミューゼル N ですから、こうなります。で垂直抗力はこの場合はこちら向きの重力項ですから、逆方向に地面からは垂直抗力は、これと全く同じ力が与えているわけですね。 MG と全く同じ垂直抗力ですね。ですから N は MG だと、これからイコールで N と N が消えて V2 の事情は Gμ0GR になります。でルートにしてこれが答えになるんですね。問い3番の問題です。問1と問2はここの道路が水平な場合でしたが、これからはここの傾斜のついた角度シーターですね、傾斜のついた道路を考えます。いずれもこれは円です。で傾斜のついた曲線上の道路の場合ですが、車に働く、その時にこの車に働く摩擦力と垂直抗力のベクトルを図示しなさいという問題です。ただしそこは回答用紙にはこういう前もって重力のベクトルと遠心力のベクトルがほぼ同じ大きさので矢印が書かれてあります。でここに働く垂直抗力、車に働く垂直抗力と摩擦力はどうなるかという、その大きさも問われています。ただしそのベクトルの視点はここの重心ですね、重心を視点として力の名称も記しなさいという問題です。摩擦力と垂直抗力のベクトルなんですけれども、摩擦力は遠心力がありますから、遠心力なければこちらの方向に滑っていくから、摩擦力が逆方向に働くわけですけれども、走っていて向こう向きに走っていて遠心力がありますから、ここの遠心力はやはり向こう側ですね、外側に向かいますから、逆に摩擦力がこちら側です。ですからこの斜面に対して水平方向と垂直抗力は必ず斜面に対して垂直ですから鉛直方向に分けます。水平と鉛直方向に分けます。で重力の場合は
まず鉛直方向について考えます。このここですね、重力のこの成分がまず斜面に対して垂直に押さえつけています。もう一つは忘れてならないのはこの遠心力ですね。遠心力があるためにこのここですね、この力も加わっていますから、この力とこの力を加えたものがここの斜面に対して押さえつける力、それの反作用として垂直抗力が働いています。ですから、垂直抗力は逆向きですけれども、この重力のこの成分ですね、延長効果成分がここがここへ行きます。でもう一つは遠心力のここですね、この押さえつけているこの反作用としてのこの力がここにさらにここへ行きますから、要するに、垂直抗力がここになるわけですね。垂直抗力はこういうふうになります。ここになります。で、水平方向について考えると、これは重力の斜面方向成分、こちら向きですね、こちらの向きが加わっています。で、この遠心、これが静止していることは水平方向の力の違いがあります。まず第一に遠心力のこの成分ですね、ここからここですね、この成分と逆方向にここの重力のこの斜面方向の成分の滑らす力がまず働いています。ですからもともとはこの大きさとこの大きさは等しいわけですけれども、ここの成分はこの成分とこの重力の成分ですよね、ここ、このがこことここ行きます。でもう一つは摩擦力ですね、これこういう摩擦力はこちら向きになって、これが摩擦力になります。ですから垂直抗力は、もう一度繰り返して言いますが、この力とこの力の和が、反対方向ですね、これが垂直抗力になっています。で摩擦力は何かというと、この遠心力のこの斜面方向成分ですね、この大きさとこの大きさがこことここが等しいんですけれども、この重力の斜面方向成分を引いたものですね。ですから摩擦力はここになります。摩擦力とこの重力を合わせた力がこの遠心力と働いて、この成分と働く同じになるということですね。ですから摩擦力はこういうふうに、これとこれはほぼ同じ大きさとして考えていますけれども、垂直抗力はこれよりも大きいと、摩擦力はこれよりも小さいということですね。こういう大きさの感じになります。問4番の問題です。問4番は問3番と同じように、この角度 θ ですね、この傾斜についた道路について考えます。で、この時に道路が凍っていて凍結していて μ0 を0と見なせる時について考えます。で車が進行方向横向きに滑らずに走ることができる速さ V3 はいくらかという問題です。道路が凍っていて摩擦力が全然ない場合ですね。ですからもしもこの車が静止していた場合は、動いてない場合はこのツルと滑っていくわけです。摩擦がありませんから。でこれは向こう向きに走っていますから遠心力が働きます。で斜面方向の成分、斜面方向の成分だけを考えると、この重力の斜面方向成分は mg3θ ですね。ここが θ です。ここの角度が θ の時ここが θ ですから、 mg3θ という力でもあって、こういうもし静止していれば滑っていきますけども、動いている場合は遠心力がありますから、これの斜面方向成分ですね、ここも θ になります。ここの角度もここと同じです。で θ になります。これ直角ですから 90-θ ですね。でここも直角ですから θ になります。でここのこの遠心力のこちらの斜面方向成分の力ですね、これとこちら逆向きですね、これが釣り合っているわけです。滑らずに済むのは、動いている場合はこのここの力とこのここの力とこの力が釣り合っているということですね。ですからこれのここの成分は、この mr 分の v3 の2乗、これ遠心力です。これの cosθ ですね。ここでここは重力の斜面方向成分 mg3θ になります。ですからこれが等しいと、ですから v3 の2乗ときます。 v3 の2乗は m と m が消えます。でこれ高級 gr3θ ですね。でこの cosθ で割ります。cosθ分 sinθ はタンジェント θ ですから、 gr のタンジェント θ だと、 v3 の2乗がここになりますね。ですから v3 は
問い5番最後の問題です。ミューゼロがゼロより大きいとき、つまり問い4のようにミューゼロがゼロの場合ではありません。今度はミューゼロがゼロより大きいときですね。摩擦があるときです。で、図3のようにこういう傾斜した道路です。車が進行方向横向きに滑らずに半径 R を保って走ることができる最大の速さ V4 はいくらかという問題です。ただし、こういうミューゼロサインシータはコサインシータよりも小さいとするということが書かれています。横向きに滑らずに走ることができる最大の速さというわけですが、この横向きに滑ることはこちら方向に滑ることもあります。もし静止していたら角度が急な場合はこう滑るんですけれども、動いていますから遠心力が働いて、つまりこちら最大の速さということはこちら向きに滑らないための速さ V4 を求めようということになりますね。ですから摩擦力はこちらとは逆方向に働くということですね。ですから前にも問い3から問い3でも言ったように、この磁力のこの成分 mg サインシータという力と、それから摩擦力ですね、この垂直抗力はによる摩擦力も加わっています。ですからここの遠心力のこの成分ですね、この斜面方向成分とこれとここが等しければ横向きに滑らずに済むということですね。で、この力というものはここと同じですけれども、遠心力のこの成分と同じですけれども、ここは重力の mg サインシータ、もう一つはこれは垂直抗力による摩擦力ですね。で、垂直抗力というものはこれは重力の延直方向成分とだけではなくて、遠心力によるこの成分ですね、この分化は加わっています。ですからそのことを考えないといけないと。ですからまずこれとこれの力が等しいということで、 M の R の V4 の2乗のこれはコサインシータですね。で、これと等しいのは何かというと、この MG サインシータと、もう一つはこの摩擦力ですね、μ0m です。ところで n は何かというと、mg コサインシータと、もう一つはこれのここの成分ですね、 my の r の v4 の2乗のサインシータですね。で、ここに n をこの式をここに持ってくればいいですね。これを1としてとすると2を1へ持っていきます。ですので、どうなるかというと、M のコサインシータはサインシータプラスミューゼロ N、 これですね。で、ここの垂直抗力ですね、この垂直抗力がこうなりますから、これを速力のままここに持ってきます。で、これですね、これはそのまま置きます。で、mg サインシータで μ0 のこれですね、これはここ持ってきました。で、何を求めたいかというと v4 ですから、これですね、これとここがありますから、これをこれかけたものをそっくりこちらに移行します。で、これでくくります。で、これはコサインシータで、これを他にはミューゼロサインシータがありますから、マイナスミューゼロサインシータになります。で、こっちに残った右辺はこれとこれですね、 mg でくくります。サインシータプラスミューゼロコサインシータになります。で、 v4 の2乗はどうなるかというと、これは gr、 m と m が消えます。ですから gr のこれです。で、これを分母で割りますね、これ割れば分母いきますね、これがこうなります。ですから v4 はこれのルートですね。ですから、これが答えになります。で、これでここの正し書きがありますが、コサインシータ、こちらを持ってくると正ですね。これは正ですから、これを負になったら、ルートの中は正ですから、ちょうどここを満たしていますね。ですから、これが答えになります。